んだな。わかった。それにしてもこの世界に来てから短いのによく生活できるな。スマホ？何それ？そんな便利な道具があるんだな。それがあればモンスターの弱点とかもすぐにわかるのよね。そうか、それは残念だな。目の前にいるスライムの弱点がわかるとよかったんだが。この辺りでは見かけないスライムね。他のスライムに比べて動きが速いっていうわけでもなし、害はないだろうが。いつ被害が出るかわからないし、倒してしまった方がいいわよね。ではここは私に任せてくれ。スライムだからといって油断するつもりはない。はぁ、さすがダリアね。さて、倒したことだし先を急ごう。大丈夫だ。怪我をしているわけじゃない。あら。どうした？獅子がなくなっているわけでもないだろう。それにしても、死に際に爆散するスライムがいるとは、初めて見たぞ。スライムの体液というのは、もっと水っぽいと思っていたが、こんなに粘りがあるんだな。ベロニカ、いつものを頼む。はい、任せておきなさい。それじゃあ行くわよ。アクア、続いてフレイム、最後にウィンド。こんなものかしら。待たせたな。そろそろ出発しようか。草原に着いたら少し休憩しない？だらしがないな。でもこまめな休憩は大切でしょ。それじゃ張り切っていくわよ。私と一緒に逃げてくれて嬉しかったわ。ありがとう。何よ、そんなことって。私は本当に嬉しかったのよ。そんなことをしたらダリアさんに切られてしまうって。ルピナスとデイジーが怒るから。怒られるぐらいならいいじゃない。死んでしまうよりマシよ。そうね。君ね、今は他に考えることがあるんじゃないの？別
別にダリアのことを思い出すのはいいけど、今から…私に男がいるって分かれば引き下がってくれると思うし、速度ですけど。あ、やっぱりそうなの？はい。こんな短期間で毒が抜けて熱も下がって、でも病み上がりですから、無理をせず安静にしていれば今日の夜には回復すると思います。そうか、それなら私たちもお話ししてる場合じゃないわね。ああ、彼にはゆっくり休んでもらおう。ルピナスたちも心配してるから、早く元気な姿を見せてあげるのよ。ルピナスとデイジーには、私から話しておくよ。君は休んでくれ。ことはできない。もし君が元の世界に戻るというなら、それは運命として受け入れよう。だからだ、この選択が間違っていないと思えるように、後悔しないようにしてほしい。腰に弱いと教えられたんだが、その通りだな。でもこれがキスか。キスはこんなに気持ちいいんだな。もう一度キスしよう。でもせっかくならお姫様抱っこがいいわね。素敵な男の人にお姫様抱っこをしてもらうのが小さい頃からの憧れだったのよ。まったく、彼も疲れているんだぞ。少しは気を使え。あら、もしかしてダリアもお姫様抱っこしてもらいたかったの？そういうわけじゃない。ただ私は彼のことを考えてたな。いいのよ、ご褒美みたいなものなんだしね。
私にあるものよ。どさくさに紛れてギュッとね。それに誰を抱いても面白くないでしょ。私ぐらいスタイルが良くないとね。大きすぎるのも問題だろ。その分重くなって彼に負担をかけるだけだ。そうかしら。君は大きい方がいいわよね。よし、それなら私を抱いてくれ。いいから私を抱け。そうすればベロニカより私の方がいいとわかる。ぐぅ、いいか、今ここで私を抱け。異論は認めない。なんだ、私にお姫様抱っこをしてくれないっていうのか。今はお姫様抱っこの話だろ。ここで私を抱いてくれたらどっちがいいかわかるからな。あらら、君何を想像したのかしら。ん、何か別の意味があったのか。その反応怪しいな。話を聞かせてもらおうか。ほら、ダリアもああ言ってるんだし、話しちゃいなさいよ。ベロニカの言う通りだ。隠し事はしないでくれ。さっきからため息ばっかりじゃない。幸せが逃げちゃうわよ。ごめんなさい、からかいすぎちゃったわね。ん？どうかしたの？夜遅くにごめんね。相談したいことがあるのよ。今は大丈夫？そう？それならいいけど。そのさ、最初に聞いておきたいんだけど、君は私と一緒にいて楽しい？違うのよ。君が私と一緒にいるとつまらなそうとか、そういうのじゃなくて。そうよね。私って、ルピナスたちの中でも一番年上じゃない？だからもしかして、一緒にいても楽しくないのかなって。それにほら、男ってデイジーみたいに小さくて可愛い女の子が好きなんでしょ？知り合いの冒険者からです。でもあれなのよ、ちゃんと男の冒険者に聞いたのよ。じゃあ君も？君にそう言われちゃったら悩んでたのがバカみたいじゃない。いいのいいの、やっと決心がついたから。あら、察しがいいじゃない。ずっと考えていたのよ。
今までみたいにストレイシープの酒場の常連としているのか、それともオートに行って魔法の研究員になるのか。もしオートに行ったら君との時間が少なくなる。そんなの辛いじゃない。正直に言うとね。でもいいの、私は君の近くにいるって決めたから。私がやりたいようにね。こんなことを言われたら、もっと君の近くにいたいって思っちゃうじゃない。それに、今更君を忘れるなんてできないわよ。すまない。よかったら、肩を貸してくれないか？あら、いいわね。じゃあ、私も肩を貸してもらおうかしら。こら、ベロニカ！彼が困っているだろう？困っているわけじゃないわよね。恥ずかしいだけよね。鼻の下を長くするんじゃない。君は大きければ何でもいいのか。ほらほら、私と肩を組んだ方がお得よ。に来いって同感だな。いいじゃない、もう飲まないとやってられないわよ。何よこれ、ストレイシープの酒場はこんなに水っぽいお酒を出すお店じゃないでしょ。すまない、もう一杯もらえるか。そうか、ダリアも私もまだまだ飲めるわよ。ほら早く出してあげなさいよ。飲みながら考えようと思ってたのに。もちろんオートに行くかどうかだ。何言ってるのよ、そんなわけないじゃない。私たちが悩んでいるのは何を理由に断ろうかということなんだ。相手はそこらの一般市民じゃなくて、国王様と騎士団団長様の使者なのよ。適当なことを言って突っぱねるわけにもいかないの。そういうことだ。あのね、私たちが悩んでるのは誰のせいだと思ってるのよ。まったく。君のそういうところが鈍感だって。
って言ってるの。する気なの？いいよ。一緒に寝てもいいよ。一緒に寝るなんて久しぶりだよね。よいしょっと。じゃあ君の部屋に運んでくるね。寝てるんじゃない？何を今更。ベロニカが言い出したことだろう。何も呼ばいをするわけじゃない。きっと彼も理解してくれるはず。え？違うの？ん？私は今後のことについて話をと思って。まさかベロニカ。急に声をかけないでくれるかしら。夜分遅くにすまない。相談したいことがあるんだが、時間をもらえないだろうか。
よ。誰もそんなこと。ああ、それはベロニカの勘違いだ。ちょっとダリア。私たちの相談というのは、まあ、王都に行くかどうかという話なんだ。それで、君にも話を聞いてもらおうと思って、部屋に来たのはいいが、二人で呼ばいを仕掛けようとしたと勘違いしたらしい。そうだ。この一件は、私たちの今後に関わるからな。一応ね、私たちの答えは出ているのよ。でも君の意見も聞いておきたいって思ったから。君の答え次第では、ますます悩むことになるが。やりたいように、ね。君ならそう言うと思っていたよ。これが私たちの答えよ。私たちは君の近くにいることにしたんだ。だがな。私たちがやりたいようにやっていいのよね。今の言葉忘れないわよ。これからはもっと剣術を教えてやるからな。私は毎晩お酒に付き合ってもらおうかしら。